プラモの時間をご覧いただきありがとうございます。今回はクリア塗装からで、塗装工程は全部で3回行います。使用しているエアブラシはタミヤのスプレーワーク HG エアブラシワイドになります。1回目は少し遠目から塗装面に塗料を表面にふわっとのせるように吹き捨てます。表面がザラッとする程度を目安に吹き捨てるといいと思います。2回目はしっかり全体をまんべんなく、この2回目の吹き捨てが乾燥した時点で一度2000番の紙やすりで軽く表面を整え、3層目に入ります。3回目は仕上げで塗料が垂れる寸前くらいを目安に吹き捨てていきます。万が一垂れてしまった場合はリカバリーに時間を取られるなど悲惨なことになりますので、慎重に行っていきます。次に取り出しを行っていきます。クリア塗装後、十分に乾燥させた塗装面は一見ツヤがあるように見えますが、表面にはまだまだ凹凸が存在しています。この凹凸を消していく作業をしていきます。クリア塗装時の塗料が垂れる寸前を目安にというのがここで生きてくると思います。表面が滑らかなほど取り出し工程は少なくて済むので、クリア塗装はしっかり行いたいところです。今回も取り出し工程としては3回の工程。まずはタミヤコンパウンドの粗めでバフがけをしていきます。次にラプラスの布やすり6000番8000番の順番で水取りをしていきます。個人的な表面の目安としては、反射する景色が歪まずに反射する程度と考えているので、研いでは拭き取り確認を繰り返し、表面を滑らかにしていきます。8000番まで仕上げるとある程度のツヤが出てきますので、次はコンパウンドで表面仕上げを行っていきます。表面仕上げはドレメルというメーカーのミニルーターに筋彫り銅のバフを取り付け、タミヤコンパウンドの仕上げ目で作業を行います。下地が出ると最悪なので、基本的には1周、仕上げ目で傷がなくなるまでを目安に行います。次にフロントウィンドウをマスキングしていきます。まずは曲線追従タイプのマスキングテープで枠を作り、広い面積の部分には太めのマスキングテープを使用。最近のカープラモの場合は、だいたいどこのメーカーもウィンドウのマスキングテープは付属しているのですが、古い模型ですとほとんど付属していません。セルフでやる場合、紙にマスキングをする部分をなぞり、マスキングテープにその紙を合わせカットするなど、いくつかの方法があるようなので、自分に合った方法を今後はいくつかチャレンジしていきたいと思います。次にボディのセミグロスブラックで塗装する箇所以外をマスキングしていきます。まずは直線的な部分から。この部分は簡単なので問題なくマスキングできました。次にウィンドウモールなどの R がついた部分を曲面追従タイプのものでマスキングしていきます。ある程度マスキングをし、塗装部分を残すようにしてデザインナイフでカット。塗装しない部分に傷をつけないよう慎重に作業を行います。エアブラシでセミグロスブラックを吹き捨て、作業完了。次に進みます。最後に外装を仕上げていきます。まずはウィンドウ類とサイドフィンを取り付けます。
取り付けの際、特にガイドもなく、一苦労しました。マスキングテープで固定しながら接着。取り付けに使用した接着剤は、セメダインハイグレード模型用接着剤。クリアパーツがきれいに仕上がりますし、何よりパーツを溶かさず、塗装面も傷まないので、外装パーツの接着やクリアパーツの接着時は、使用頻度はかなり高めです。次に、テールライト裏面にクリアレッドを筆塗り、ムラなく塗装ができ、乾燥したらクリアレッド、オレンジ部分の発色が良くなるように、重ねてエナメルのシルバーを塗っていきます。次にホイールにタイヤを組み込んでいきます。なんとなくですが、キャップの受け部分が浅いと思ったので、接着剤でキャップを固定。特にフロントが不安定でした。ここで大事件が発生しました。ボディとシャーシが合体できません。干渉場所を突き止めましたので、デザインナイフでその場所をカット。その後ミスターポリッシャープロで鳴らし、セミグロスブラックで塗装を行い、無事合体完了。全く手のかかる子ですが、合体した後のプロポーションはとても綺麗で最高です。次にボディ、ウィンカー部分とフォグランプにエナメルのクロームシルバーを塗装していきます。塗装が乾いたらレンズを入れて固定。そしてナンバープレート、マフラーカッターを順番に取り付けていきます。マフラーカッターはこの後先端にピンバイスで穴を開けてみました。最後に墨入れをしてエナメル溶剤で拭き取り、富士見フェラーリ 348TS、 これにて完成となります。TS とはテスタロッサのことでしょと思い込んでいた制作開始時、このモデルのことを調べていくと、テスタロッサとは全然違うモデルだということが分かり、いろんなモデルがあることを知りました。こうして車の歴史を紐解くこともプラモデルを作る上での醍醐味、また一つ勉強になった気がします。何はともあれ完成となったフェラーリですが、ブラックで仕上げたボディ、磨き傷がなかなか消えてくれず、さらに磨き、クリア層が薄くなり下地を出してしまうという負のループ一歩手前で仕上げられたかなと思います。見ていてうっとりするようなフェラーリで大変満足しています。本日の制作は以上となります。今回使用した工具などは概要欄に貼っておきますので、参考になれば幸いです。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、高評価も合わせてよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。